こんにちは、ギターズステーションです。今回ご紹介させていただくこちらのギターはギブソンの、レスポールスタンダード59の、リーシューなんですが、そのエイジドフィニッシュの、もう一つのバージョンとして出ているウルトラエイジドになります。そのエイジドフィニッシュと、ウルトラエイジドというモデルは、表面上トップから見ているとなかなかちょっと分かりにくいので、皆さんからどうが違うんですかということでお話しいただくんですが、一番大きな違いは、通常の、エイジドフィニッシュ、まあもちろんウルトラエイジドに関しても、トーマーフィーが手掛けているところは、同様なんですが、今まで見ている限りのそのエイジドフィニッシュというのはボディのトップに入るこのレザーチェックですね。レザーチェックはボディのトップと、あとはヘッドトップ、そしてそのままヘッドトップからの、ヘッドのバックですね。ヘッドバックからネックのところに多少というような、これはウルトラエイジドになるのでまた異なってくるんですが、ネックのバックというところに、そのウェザーチェックが施されるんですけれども、ウルトラエイジドに関しては、ボディのバックと、ボディのサイドですねにも、同様にウェザーチェックが施されます。でこれは、今そのミュージシャンモデル、アーティストのシグネチャーモデルというか、インスパイアドバイであったり、いろんなギブソンから発売されているんですが、その中の、エイジドと、いわゆるサインエイジドとかそういったところにも、通じる部分があると思うんですが、バックにボディバックの部分にも、かなりそういったエイジドの加工が施されるのが、そのウルトラエイジドの一つの特徴だと思います。でもちろんボディのトップの方の、剥離に関してもこういったエルボーのところの剥離であったりとか、その商品によってはコントロールのところにこう傷がついていたりと、通常のエイジドに比べると、少しもうさらにこう使い込まれたような跡になっているんですが、これはあくまでもその個体に、一つ一つやはりこう変わってくるので、これはもう本当にそのトン・マーフィーの、イメージで作られているということはご理解いただけると思います。でこの、今回紹介させていただくこのギターに関しては、ネックバックですね。ネックバックの方にも、まあ、通常のウルトラエイジドも何本か、やはりネックバックにこう傷つく剥離があるものもあるんですが、これはこういった形で、かなり大きく、数箇所にわたってですか、こういった剥離をこう施してあっても、いわゆるこの辺りですねを重点的に施されていたり、あとはそのバックルの傷による、バックの塗装の剥離であったりとか、あとはこのボディエンドですね、バックのこのエンドの部分を、通常置いてしまったりした時にこう剥がれてしまうものをこう再現していたり、あとは膝が乗る部分ですかね、膝が乗る部分とやはりハイフレットの方に、手が入った時にこの剥離するカッターウェイの角の部分ですね、こういったところに、塗装の剥がれが起きているような加工が施されて、こういった細かいところになるんですけれども、こういった剥離があることによって、やはりそのサインエイジドのような少し体にフィットするような部分というのも出てくると思いますし、まあ、ただもともとフィニッシュまで施された状態でトマフィがこういった加工を施すので、サインエイジドであったり、そういったアーティストモデルに関してはさらに木部の部分の違いというのがある場合がありますので、それとはまあちょっと異なる部分があるということだけは先にご理解いただければと思います。ただかなりボディのサイド、ボディバックまでこういった加工が施されることによって、エイジドフィニッシュよりも一段ちょっと風格が上がったような形になるとは思いますので、これはお好みで選んでいただくのがいいのかなと考えています。でこの個体に関してですけれども、まずボディのトップに、使用されているカラーは、ライトアイスティーというカラーなんですが、このライトアイスティーというカラーは、2010年の、
50周年記念モデルとして発売された、1960年の50周年モデルですねの、バージョン2で採用されていた、アイス T がもう少しこうフェードをしたカラーに、なるんですけれども、そのライトアイス T のカラーを施した、ものもトップがグロスのいわゆるこう光沢のあるグロスフィニッシュで、50th anniversary は発売されたんですが、それも少し、エイジドフィニッシュならではのトップの光沢を少しこう落としてあげることで、より高い風合いをこう出していたので、これはうちの方から、ギターズステーションのですね、オーダーという形でこのカラーリングオーダーはさせていただいてます。で、今回のこのウルトラエイジに関してはトップの、かなりこう細身でウェービーなこういった木目とこのボディのカラーリングというのはかなりコンビネーションとしてマッチしていると思いますので、こう動かすとこう出てくる木目とその下の、メープルの板に対して塗られている色とのその反射の感触でこういろいろな雰囲気が出てくると思いますので、こういうのも手にされた方はご満足いただけるんじゃないかなと思います。で、さらに最近のこのボディバッグに関しても通常、バッグのフィラーの色というのは赤が濃かったんですけれども、トップの色がやはりこういったフェードしたカラーになるので、バッグの方もフェードチェリーカラーですね、かなり少しこう退色したカラーをこう採用しているので、トップの色味と、バッグの色味と、まあもちろんこういったウルトラエイジの加工とという全てのコンビネーションから高い風合いを再現していると思います。で、ウェイトに関しても 3.8 キロと、こちらで測っているウェイトで言えば、いわゆるまあ最近の4キロを切っているミッドウェイトを、3キロ切っているものは、4キロ切っているものはかなり多くなっているので、その中でもいわゆるミドル的なウェイトになるんですけれども、トップのその木目とトップのこの硬みの感触ですね、こういった部分と全てマッチすることで、音もかなりカランとしたキャラクターで出ていますので、全ての風合いと、まあ、こういった木目の部分とさらにはそのサウンドキャラクターとご満足いただける仕上がりになっているんじゃないかなと思います。こういったのはもう本当に手にしていただいたときにピンとくるものというか、できるだけ厳選してギブソンのレスポンに関しては入れさせていただいているんですけれども、エイジドに関してはやはりそのファクトリーの方でエイジドが似合うというようなもので木材を選んで、来ているので、こちらとしても安心してこういったものを入手できているんですけれども、今回のこの1本もかなり、満足度の高い仕上がりになっていると思いますので、こういった一本をぜひうちの店で確認していただければと思います。ギターズステーションでした。